まずは私の方から新郎久保島春樹さんのご紹介をさせていただきます。1981年4月25日生まれ、春樹さんは新潟市で生まれました。アルパチーノと誕生日が一緒だそうです。小さい頃病院に行ってもお医者さんからいつも泣かなくて偉いぞと褒められていました。我慢強さはその頃から筋金入りだと思いました。幼稚園、塀を見つければ飛び降りて遊ぶのが大好きで、血まみれになってしまって皆さんに心配をかけたこともあったそうです。小学生、一人っ子だったので毎年夏休みにおばあちゃんの家でいとこたちと会えるのをとても楽しみにしていました。中学生、当時流行りの2ブロックの髪型は今見ると少し恥ずかしいんですけれども、この頃だけはよく勉強を頑張っていたとご両親から伺っております。3年間一度もクラス替えのない新潟高校に入学しました。写真は新潟ならではのスキー教室の写真です。今日は高校のお友達もたくさん来てくださっています。慶応義塾大学入学、理系だったので課題や実験も多く、提出前の深夜には電話が飛び交い、みんなで夜明けに感動する生活だったそうです。アルバイト代を全額はたいてアメリカ・バージニア州に短期留学しました。本日は当時の仲間の皆さんも来てくれています。卒業旅行は王道のヨーロッパへ、みんなを目的地に案内するツアコンとして大活躍しました。春樹さんは今でも土地勘が鋭く道案内が得意です。技術局放送部に配属、良き先輩後輩に恵まれ、絶えず放送を守る仕事に明け暮れています。夜勤泊まりと不規則な毎日ですが、とても頑張ってくれています。続きまして新郎の方から私、湯口真希を紹介してもらいます。